あら。カオリンがだいぶいろいろ愛嬌を振りまいて回ってんだけど、今ちょっと相手にされてないじゃん。なんかね、すごいテン君すごいなんかスリスリするよね。もうじゃあ私するよ。うん。できる君だけど。ポンちゃんとジャン君入れ替わりました。ポンちゃんいるから行けないかな。はい、ご飯。ポンちゃんがいるけど、頑張って。ここだよ、ここだよ、上だよ。ポンちゃん頑張って。ポンちゃん頑張ってご飯食べて。うん。はい。ポンちゃんいるけどさ、頑張って入ろうよ。あれ？そっちじゃないよ。ポンちゃん、カーリン。あ、ジャック、これ。ほら、ポンちゃん出てくれたよ。ポンちゃん。はい、大丈夫だよ。やっぱポンちゃんのせいで生きてなかったのか。はい、いい子だね。ポンちゃん偉いね。ポンちゃん偉かったね。はい、ポンちゃん。ポンちゃんのご飯待ってるからね。いい子だね、ポンちゃんってば。はい。はい、いか、アンズちゃんそこに行くの。パパで食べる？アンズちゃんがあるよ。ソファにいるんだけど、ポンちゃんそこで食べる？
そこで食べる？で、そこに行こうか。今出発の40分ほど前ですが、またアンズちゃんは隠れてしまいました。特に今日は感じさせないようにと思って普段通りやっていたつもりなんですが、今ご飯をあげようとしたところ逃げ込みました。さあどうなるかな。カオリン、アンズちゃんをおびき出すためにカオリンを再放出しました。ご飯でね、カオリンはケージに戻っていたんですけれども、そのあたりから一旦は出てきたアンズちゃんが隠れてしまいました。カオリン、誘ってあげてくれる？カオリン、アンズちゃん出てこないかな。今日はですね、クロケンが術後2日しか経っていないということで、大捕り物は無理なんですね。ですので、自然に出てきてくれるのを待つしかないんですけれども、一旦、猫三昧さんには、今ちょっと隠れてしまったので遅れるかもしれないという連絡を入れようということになりました。遅れてでも行ければいいんですけれども、はい、今猫三昧さんと相談をして、今日はお休みをするということに決まりました。あずちゃんもう安心して行かないよ、出てきてください。ちゃんくん行ってくれるの？もういいよ、今日行かないことにしましたよ。
はい。カオリン。カオリンご飯だよ。カオリンも甘えるようになってきましたよ。はい、どうぞ。はい、すぐ来た。リコさん。リコさん、カオリンちゃん。リコリコ。うん、お腹すいたね。カオリン。ポンちゃんもなんかもしてもったね。もうお部屋でも普通になるなんてできるしね。ところがね、近づくとシャーって言って逃げるんです。あれ逃げる時と、まあ、タイミング次第、ね、そうなんだね。そのさっきみんなでテーブルの下に行った時は全然普通になるなんてできてる。よいしょ、大丈夫だ。あずちゃん、あずちゃんご飯。今度はあんずちゃんがちょっとね、拗ね始めてると思う。あんずちゃん拗ねたの？ポンちゃん、閉めますよ。あんずちゃん、ご飯。ご飯だよ。ポンちゃん、閉めますこと。ママさんがご飯くれるよ。ポンちゃん、閉めますことよ。ポンちゃん、ポンちゃんがそこだ。ご飯だから、ポンちゃん。まあいいよ、一回閉めとけば。はい。じゃあね、ポンちゃん。もんちゃん出たくなったらにゃーって言ってね、そしたら開けるから。はい、おいでおいで、すずちゃんご飯だよ。はい、おいで、はい、どうぞ。はい、ご飯よかったね。よしよし。今日は譲渡会に行けませんでしたけど、そうだね、次までにネットに慣れさせますからね。うん、あなたネットの中に入るの大好きになってくださいね。そんなことできる？あんずちゃん頑張ってね。同情しないでね、あんずちゃん。